はい、同、えっと、義のパンパシフィックの道義の1回戦目を解説していきます。ちょっとね、明日が、明日っていうか、もう今日の深夜3時っていうか、もう明日の朝の3時にのバスに乗って空港に行かないといけないんで,で、今もう12時でちょっと寝た方がいいかなって思ってるんですけど、まあ、解説しましたね。ダブルガードになって でまずオモプラッタみたいなのを狙ってからベデラヒーバーにオモプラッタ嫌がってまあうんまあごちゃごちゃしてベリンボの狙ってるんですよね、まあ、結構相手の反応が良くてでまあダブルガードって20秒だけなんですよねお互いにこの同時に立ちの状態からで タイから同時に引き込んで20秒以内に何かこういいポジションまでいかないとリスタートされてお互いにこうマイナスアドバンテージっていうのがあこれがマイナスアドバンのポーズですねこれレフェリー喜んでるわけじゃないですからねよしよしって言ってるわけじゃないんでマイナス1点みたいな感じマイナス1みたいな感じですねでまあ ちょっと2回目もまあ、とんのが、まあ、相手も多分、下が得意なタイプで,で、お互い引っ込んで、まあ、行こうとしたけど、もう上行こうっていう、まあ、上も練習してたんで、ですぐに腰切って、で今、ちょっとレッグドラッグみたいなポジションになってるですね。で、結構、初めはみんな元気なんですよ、やっぱ、力あるんで。 でもやっぱこういう悪いポジションとかでプレッシャーかけ続けるとやっぱり相手はずっとこうこれとかもすぐに腰を切って2シールドされてたんですけどこの腰を切るような動きはできるっすよね。で相手のその2シールドの足を外しながら2 4にいった感じですね。 結構この動きをよく使いまましたね今回は、まあ練習でもよく使う動きなんですけど今もまた一回相手がハーフみたいに戻してでまあこれもまあじっくりっすねまあもうすでにポイント取ってるんでまあ僕はそんな焦んなくてもいいんで,で相手は僕を押,す押そうとして脇が結構空いてる状態なんで今肘で相手がまあ 結構、うん、右膝で相手は頑張ってこう距離,距離を取るっていうか右膝でカビを作りたい感じなんですけど僕はしっかりその左手でその足を押して外しに行ってで腰の辺りカップして肘で相手の腰を抱えてやっぱこう今で言うとこう頭前にこう相手はバランスを崩そうとしてくるんで。 僕は相手の腰を掴んだりししてて崩されないようにしてる感じです今ここで首を抱えようとしたけどやっぱり相手が頑張って今右手で僕の首とかを押して首を抱えられないようにこう死守しましたねでもこれもやっぱりすごい手で押してるんで疲れるんですよね相手は右手すごい疲れてると思うんですよ今体力的にもうきついと思います僕はもうプレッシャーじわじわかけてるだけなんであんま疲れないんですよね なるべくできるだけ省エネでで足抜き抜いて2四座びりしましたね結構相手が上にあおろうとしてるから僕は腰を反らしてキープしましたねでここで相手うまいっすよね50みたいに戻したけどもう一回僕腰切って外して でだいぶ低くしてでこれクロスグリップパスに持ち替えてますねちょっと今のとかいいと思いますやっぱこう相手は右足入んなくて右足入んないから次は下の足相手今で言うと左足を入れようとしてくるんでそういう時にクロスグリップパスに持ち替えてでも今完全に足潰しにいってますね両足潰してで えっと、両足束ねて三角ロック作って、まあ、ここも相手押して僕のことをこう上に上がってこないように止めてるんですけどもうすでにずっと僕のことを押しまくってたんで、まあ、押す力がもうあんまり残ってなくてもうこういうふうに簡単にマウントまで許してしまったっていう感じですね。で、まあ、大量ポク得点が入りました。 あとは僕はこれ腕十字になってますね上にハイハイマウントに上がっていって上がれて腕十字とはいっていう感じですねうんまあやっぱいいポジションに続けて、まあ、相手はすごい疲れてたっすね、まあ、僕は、まあ、トーナメントまあそうまあ試合はでも そういういの大事ですね自分は疲れずに相手を疲れさせるっていうねすごい大事ですね、まあ、そういうふうにできるとやっぱトーナメントでもね疲れずに勝ち上がっていけるんでやっぱ疲れるとね次の試合きついですからねはいでこれが1回戦でしたでえー、っと決勝戦も解説していきますめっちゃ眠いです今。 マジで眠い、まあ。飛行機で寝れた方がいいんで、もうちょっと起きてようかなと。起きたままもうバス乗ろうかなって思ってますね。バスも1時間半ぐらいかかるんですよ空港まで。で、ダブルガードに乗って、同じっすね、先と。で、えー、っと、襟、右手で腰掴んでるんですね。 ちょっとこれ後でゆっくり解説するっすねもうちょい遅いスピードで、まあ、ベリンボロで回ってで相手が爆ク,ク嫌がってチョークに入れてっていうこういうここちょっとねゆっくりやりますねまずここでオモとか狙ってって相手が嫌がって膝を入れてきたところをでベリンボロしてるんですよね で一回回,回りながら右手で腰つかんで腰をつかめるとやっぱり相手は腰をこう遠ざけるのが難しくなるんでエスケープしづらくなりますねで僕は左手で相手の首を押してさらに距離をとってうんちょこのスピードでも難しいな今ちょっと細かいことしてるんですよね膝で相手の膝を押したりして。 ちょっとあんまうく回数できなかったっすね。ほんと申し訳ないです。足を入れる。で、こう右手で相手バックフック嫌がってるんで、だからまあチョークが簡単に入るんすよね。うん。まあ試合だとやっぱポイバックのポイントってだいぶでかいんで、まあ、練習よりも試合の方がだからチョークとか入りやすいっすね。 で、もうチョーク一気に。で、右、僕、右手で相手の足抱えて、まあ、逃げづらくしてるし、より苦しくなる感じですね。まあ、ボーアンダーローってやつですね。まあ、なんか微妙っすよね。まあ、タップしたかなって思ったんですけど、まあ、ギリタップじゃなくて、で、落ちちゃったっていう感じでした。はい。そうっすね。まあ、ビリンボロのね、ちょっと細かい技術は、 あんまり解説できなくてマジで申し訳ないです本当にすいませんでしたありがとうございましたちょっとね頑張って帰国しますベイビー